ビンゴ師団は、かつて、ビンゴ郷都市会が発行していた、月刊歴史雑誌、ビンゴ地方の郷都史に関する研究、資料を紹介した。1925年1月から毎月発行され、1944年6月の第20巻6号まで継続した。読者からの投稿を編集者である郷都史屋の特納、正し通りと、浜本誠一がまとめるという形を取った。 発行当初の定価は、本体25銭、遊税五輪、年間購読料では3円であった。戦時下の養子統制により発刊できなくなり廃刊。戦後、郷土家、村上正名が疎開中の徳能正し通りを訪問した際、心ならずも貧乏士団を休刊し、郷土司会も休止のやむなきに至っているので、ぜひ時を得て再会してくれと、手持ちの成本を託された。 1970年に、芸美郷土史観光会より、限定復刻版が発行された。創刊1周年を迎えた第1巻第12号に、掲載の特能正し通りによる、回顧録によると、当初の雑誌名は、ビンゴ郷土史団、目的を、もっぱら郷土の史跡名イ山川池海方物、宮城収族関連人決誌の辞席、遠隔、厳正を調査研究し、 または説明発表戦が、ためとし、1924年11月27日付に、内務大臣、若月礼二郎に出願。同年12月11日付で、出版許可を得た。諸事情により、雑誌名を、ビンゴ師団に変更する旨を12月14日付で、届け出。続けて1925年1月6日付で、広島停信局に対し第三種郵便物の、 出願を行い、同月21日付で2月15日発行の第2号から第3種郵便物として認可された。第1号は郵便物認可を待たずに1月15日付で出版されたため、郵送の場合は第4種郵便物として扱われた。著名な郷土視野による研究が数多く掲載され学術性が高い。また個人所蔵の文献、資料や新聞に掲載された。 郷土史関連記事も数多く収集されている。ビンゴの継承地についての監視や和歌の作品、郷土史や同性の記事もあった。投稿規定は第2巻まではビンゴ郷土史に関するものは何でも差し支えなし、とされた。第3巻からは1内容はビンゴ郷土史に関するものたること及び2種類は研究発表、資料提供、元虫寄稿、読語感想、 失業等、その他と具体的な表現に変更された。ビンゴ郷土司会所属の郷土市やらが中心となって記事を投稿。著者らの職業は多彩で、政治家、軍人、教諭、新官、僧侶に加え大学生も執筆している。特に投稿数が多い著者を以下に記述する。ありがとうございます。